あ、来た。いや、カズノコ強かったな。いや、勝ったわ。終わってね、終わってね。いや、勝った。強かったわ。やってない。やってません。マルチプレイです、マルチプレイ。のローカルマッチ。チュンリーで行った方がいいですよ。マジチュンリーで勝てないでしょ。勝てない。やめましょう。ラリアットがわかんない。ラリアットどうやるの？ラリアットってどうやるんですか？2-1勝利を受けギルはね、寒い。さすがに寒い。寒い。寒い。さすがに寒すぎる。そんなに強い。だってボスに、ボスにさ、しゃがみ台パン連打されてるだけで勝てなかったからね。しゃがみ台パン連打してるだけ。マジ別格っすよね。でも、でもあの人があそこ使ってるんですよ。まあ確かに。ラスボスを使うのには定評あるよ。ラスボスに定評のある感じの方なんだ。まあ、ちなみにこれ、キャラ差は、チュンリが 9.8 です。つきすぎでしょ。9.8? 俺がバックジャンプした瞬間勝たなきゃまずいっすよ。やべ、画面が。でもなんか、放浴線だっけ、放線じゃない、放浴線が超強いんですよ。何強いか。うわ、これバーサスのね、動画見てたから。あと俺もそれを見る。こいつ知ってる、知ってるぞこいつ。おぉ、なんか結構うまい動きしてる。やべえ、これ、ケイスケさん強い。うわっ、こいつ。できる、死んだ、これ、死なないのか。できない。あっ、うわっ、あっ、やっちった。うわっ、はい、はい、いやー、ケイスケさん、あれ、ケイスケさん、いつも通るのかな。うそ。はい、おお、できるね、うまい。炸裂はしない。離してます。お、やばいやばい。これはでも、ね、今のはい、はい、なんだよ、ケイスケさんよ、すげえ、カズノコさん、カズノコ強っ。普通にできるし。あー、なんだ、すまんねえな。ケイスケさん、お前こんな感じだった。違うんですよ、違うんですよ。がっかりしたわ。ちょっとがっかりした。いやー、初めてやったんだけどな、このゲーム。初めての動きじゃない。初めての動きじゃないだろ、お前。初めてやった。結構やってるだろ、あれ。あの動きはちょっと。いやー、初めてやったのに勝ちた。なんかね、ダイパンと中足ばっかりやってたね。なんかね、おかしいだろ、今の動き。ちょっとなんかエボ3いけちゃったのかな、中足確認とかもさ、これあれ多分1年以上やってる動きだぞ、あれ。いや、あれ、いや、あら、なんかおできんじゃんみたいな。あ、こんなもんか、簡単じゃんみたいな。あー、なんかちょっと、面白かったかな。ちょっともう一回ちょっと俺キャラ変えるんで。キャラ変える？あ、ちょっとわからんことしようね。じゃあ、かぶせに、かぶせに行くんで。かぶせに、かぶせ、かぶせ、かぶせじゃないですよ。もう一回、ちょっとキャラ衣装はちょっときつかったのもあるから。いや、思ったよりうまかったし。もう一回、まあそこまで言うんだったらね、もう一回だけちょっと。かわいそうとかやってあげないよ、かわいそうだから。かわいそうとかやってあげないよ。ちょ、俺そう、最近ちょっとメインキャラ違うんで、ごめん、サブキャラでやってた俺。あ、そうなの、ちょ、サブキャラでやってた。あ、ユンも使えるんだ。うめえんだ、これが。しかもえ、ユン使えるんすか。いや、わかんないけど、多分。いや、全然使えないですよ、使えないけど。あ、ユンくせえ、マジでユンくせえ。これ、剣の方がいけんじゃないか。俺、ヒューゴみたいです。俺、ヒューゴみたいな。俺、ヒューゴみたいな。ヒューゴの方がきつい。ヒューゴみたいな。ユンは無理だろ、多分。いやユン全然。まあ、行きましょう、倒しましょうよ、これ。何でも使えるんすか。あ、でも時間ないか。剣の方がいいだろうか、だったら。多分剣の方がいい。強いもんだって。昇竜昇竜で、昇竜昇竜でやったわね、多分。ちょっと全然負ける気がする。知ってんな。結構知ってんな。いや、でもこれはね、もうだってやりました。アレクはちょっとね、お手上げだ。これ金介さんに勝ちてぇな、これは。俺には勝てないって。
あーやばいこれ。おお、うわ見えねえ、うわやばい、これはやばい、寒っ、これはやばいぞこれはきついぞ。おお、やばい、あ、そっか、無責任ハウス打ってないんだよね。うわやばい、あるよあるよあるよ、あーだ、いやー強かった、カズノコさすが、悔しいな、いやさすがでしたよ。いやカズノコ両手使った方がいいよ、両手使った方がいい、いやこれね両手使った方がいいよ、これはね雷撃の対処が全然分からなかった。俺いっていいですか、なるほど、俺言って言っちゃいますわ、だってね、いやー強いよ、ね、ユン戦のイメージはあったんだけどね、マジで雷撃側ブロッキングとか無理だもん、確かに無理だわ、強かったなぁこれ悔しいぞ、これ本当強かったわ、あれ倒せば完全撃退だったのに、倒す、そうだね、どうしようかな、ユンがいいですか、ゴーキがいいですか、アレクがいいですか、なんでもいいですよ、自信あるから、自信があるから、自信があるから、自信があるから、あ、決まっちゃった、まあ自信ありますよ、そう、このクラッシュどうなんだろうな、全然わかんないな、ブロッキングがさ、マジで難しいよね、難しい、本当にタイミングもあってないといけないと、そう、前にあとなんか俺さ、ブロッキングって頭の中に考えてると、俺中パンと中キックをしたんだよ、いやな、俺背広をしたんだよ、いやこれね、ユンはね、多分初心者だよ、そういうこと、きついな、俺はきついかな、ちょっと手前落ち雷撃はマジ見えない、うわー、かかるんだね、いやー、なるほど、頑張って、うるせえ、やべマジ気持ちよかったね、あーやばいな、これはきついぞ、これかわいそうだったかな、これちょっとリマッチ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 リマッこれマジで、いや、ゴーキはこれあんま強くない、初見殺しすぎるわ、いや、初見殺しのキャラをね巧妙に出してきてるんだよ、さっきから、あー多分ゴーキも多分そのズルなんだと思う、あ、そうなんだ、初見殺しじゃないキャラっていうの、いや、俺あれ形成のアレックスやって、なんか上から降ってくる技あったじゃん、あー、だだだ、あれで置き攻め全拒否でわからん殺しする気満々だった、あれ、無敵やんの、いや、一振り空中判定とかね、あ、そうだ、そうだ、空中判定早かった、確かにガードしても分かったよね、それをなんとかしのいだら、いや、いいんですよ、対策する前にみたいな、ダイパンをやめてください、ダイパンは2発目から確認しちゃった、2発目から確認しちゃったとか言ってうっちゃいや、これなるほどきついぞ、これおー、うまい、うまい、はい、初見殺したカズマキが何発か分からないっつってカズマキ、いいとこなんだ、うまい、いやもう、ケンセさんの上手いって言ってるからね、もう全部ジガジさんってのはね、ジガジさんに上手いって言われるの、そのことだと思う、うわぴょー、来た、いいよ、あっ、あー、危ない、ダメとしていくか、うわっ何よな、あの玉打ち、下手くそさあ、いえケンセさん、玉打ちが、そうちゃんと見たから波動拳を用意してみたいな、いいよ、やばい、いやー、踏み込んでくるな、これ、キャンプわかんないね、あれね、ねえ、うぜっ、あどうだ、まだ来てる、ペールしかも、うぜ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとでっくいことやっちゃった、許せねえ、ごめん、マジ許せねえ、マジ許せねえぞ、これこれ許せねえぞ、これマジ許せねえけど、ごめんなさい
なるほど、タッチだ、俺と。俺とタッチだ。あー、ちょっと今ね、これは優先は。これは優先は。これは優先、マジで。マジ優先。百鬼すかし春国とか、ちょっとテクイコでやっちゃってごめんね。マジ許せない、こいつ。あれちょっとね、初見じゃ返せないと思う。マジ許せない。マジか、こんな悔しいのか。ごめんね、ほんと。マジ許さない。くそ、なんなんだ、俺らの、俺らの思ってる気づけたんじゃねえぞ、これ。いやね、ほんとね、サードだけは埋めんだ、この人。サードだけは。サードだけは埋めんだ、この人。これマジ負けれんだろ、これ。いや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 。スケーティのキャラなんすか、ユンか、ゴーキか。先に決めちゃってください、先に。かぶせらんないでしょ。かぶせ食らわないでしょ。まこちゃんやめましょうよ。どうしようかね。これやべえな。ダットリーと。ダットリー。ケン。ケンだって、ケン。ケンか。ケンか。ケンだ、これ。ケンチュンリーはいけるのどうなんだろう。いや、ケンチュンリーきついっすよ。チュンリーは、チュンリーイメージはありますよね。 6.5 ぐらいなんですか。最近ないですよ。結構強いですよ。地上戦終わってますよ。うまっ、うまっ、マジっすね。うめえんだ、なんか変な部分。それを基礎法で。うまい。やべ、これきついだろ。おい、おい、勝利が好きだよ。うわ、うまい、うまい。何でしょうか。あるよ、裏表。あー、死なないの俺。レッツゴジャスティ行こう。レズナ、あー、やばい。あー、なんで終わった。マジ悔しい、あんたよ、このゲーム。飛んどるよ。危ない。いやー、これマジか。何やの、壊しパター足。おいよ、マジか。あれ、おお、よ、無敵あるぞ。あー、やべ、やったー、惜しいだ。これが地上戦なんだよ。リマッチや、リマッチ、これリマッチや。これが本当の地上戦。じゃ、剣ならでもさ、まだワンチャンありそうじゃないですか、佐藤さん。どうしよう、俺ら。いやね、なかなかね、いや、なかなか感じるよ、壁を。いや、俺ね、いけると思う。俺いけると思う。カズノコさんならいけると思う。いや、これ壁を感じるぞ、これ。ね。ケイスケさんにプレッシャーをかけられてるからね。普段やってるぬるいゲームと違うだろ、俺。マジこれ。ここが、本場。地上戦の本場。これ許せんぞ、これ、ね、下入れてるだけじゃないか。そんなことないよ。マジか、これ圧倒されてるんだわ、画面をあの、まあまあ、あのヘンテコアベル使いに。そう、ヘンテコアベル使い。ヘンテコよ、これはやばいぞ、これは。ケイスケさんかなり強いぞ、これ。バックス弱い、このゲーム。ちょ、弱いんすよ、このゲーム。弱いよ、弱い。やってない、裏に出んの、あれ。うまっ、やりよる。うわ、やばい。ジャスティン見たいな。はい、マジこいつか。これ意外とね、差し合いうめえんだ。いや、俺顔真っ赤になってきた。技空振っちゃダメ。技空振るやばいとか刺されるから。いやー、やっちまったくせ。やばいやばい、ブロッキングメールあるよ。
マジかこれ。任せろマジで。ブロッキングで運ゲーすらできんこれ。確認しちゃった。くそこれ。確認しちゃった。さすがだよ。あ、スパフォのトップってこんなもんなのか。許せます。なんでやつの土俵に入ったんや俺。なんでやつの土俵に。スパフォの地上戦こんなもんか。やつは甘く見すぎたぞこれ。アルカナで勝負するじゃん。いやアルカナはね、いや違う、アルカナで勝っても嬉しくないんだ。確かに。KSK さんの土俵で勝たなきゃいけないんだ。なるほどね。でもしばらく勝てないよ。結構才能あると思うけど。うてねえよ。相当練習したいと思うよ。倒す。やっぱゲームうまいなって感じがする。来たこれ。なんだよそのグッパよ。やばいやばい。いやもう投げとかもタイミングとか難しそうだね。あっうわっ、これシャガグラとかあんのかな。ありますよこれ。シャガグラなんだ。確認してないでしょうか。いやいやいやうわーこれ確認できるんだってこれ。何なんだこれ。確認できる時がある。時がある、うん、はいよー。あーやばいよ。うまっ。あれ多分高倉投げつぶしたの。わべや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 べ。おー差し返したな。これはいよいよ。あらららら。はい。やるな。なかなかやるね。その程度。これね、ブロッキングをね、立ち回りで警戒しつつ、技を刺そうと思ったら差し返しを食らうとかいう。はい。配信中。ふざけ。負けっぱ強かった。はい。はい。いいよ。話やろしたいね。完全に。あれ。あらららら。あれ。話やろう。あー、痛いよそれ。痛いよそれ。あーきついこれ。あ、そうか、このゲームしゃがんでるとダメージじゃないんだよね確か。1.25 倍です。1.25 倍。あれあるよ。あれあるよ。あーきついぞこれでも。ケイスケさんに圧倒されてるというね、この…いいよ。ああもう…ケイスケさんがね、焦って距離を詰めてこないからね、このゲームに対して。危ねえ。このゲームシャガグラよ、シャガグラ。ちょっともう一回やっていいですか。なの頼む。配信見てるよって言って。倒すわ。ん？ミータンが配信見てるよとか言って。あ、そうだ。ミータン見てる。見てる。地獄の三沢が。地獄の三沢。サードなんて名前やったの？あれなんて名前やったの？三沢じゃないやっぱ。三沢？地獄の三沢じゃないよ。いやー、強いやつ。強いやつ。みんなサードやってるから。次龍。まあ龍でもいいですけどね。龍だとな、わからん殺しって言われるからな。俺も普通にゲームやりたいんだけど、勝負にならないからね。いやね、これも。事実を理解できないわ。現実をちょっとできないわ。まあなんか夢かって感じだね。なんかこう焦るじゃん。やったった。距離詰められてさ、こう体力ない時に距離詰められて、あそれを KSK さんにガンガン味わされるんだ。確かに。あ、やっちゃう。あ、あるよ。うわー、おー、うまい。マジでなんかいいよ。ケイスケさんが前に歩いてくる。おっ、あ、ふざけんな。ケイスケさんがね、ケイスケさんが前ダッシュじゃなくて前歩きで距離を詰めてくるんだ。前歩きね、ダッシュは硬直あるから危険ですからね。歩いてくんだろう。おかしいな、俺の見てるサードのケイスケさんの動画はピエロのはずなんだ。確かに俺らがピエロのはずなんだ。うわあらららら、崩しが超うめえよ。マジか。
いやもう絶望的だよねこれ。もう気をつけたら間合い取りがない。お、はい、おー危ねえ、おい、はい、さあフレーム今のコマ投げでしょ。もうちょっと短いんだこのゲーム。コマ投げはい、うわーマジでしょ、ぶねっ、よー移動投げとか。あ、そうそうそう、移動投げとか。チュンリュー、マイ中継らしい。マイ中継なんだ。なんか近距離だと、近距離強系を、なんか近距離強系を投げる気がすると移動するらしいんだよ、近距離が近いから。あ、そうなの、それ違うんだ。確定、確定です。マジ任せろ、俺もうイメージはね、イメージできた、イメージ。剣に EX ソロは危ないよ。やっちゃってください。そうか、マジで。いやね、言葉をなくすんだよね、言葉。普通にうめえとか頭くるんですよね。いや直視できるわ。こういうね、俺こういうキャラ設定じゃないんだよ。早く早く。困るんだよ、そういう。あー、どうすればいいんだ。営業妨害。何がいいですか。ユンでいきましょう。ユン。え、マジっすか。いや、これ剣で行った方がいいから。あー、なるほどね。昇竜で事故らそう。いや、マジかよ、ケイスケさんにまともにやっちゃ勝てねえと思ってるよ、俺。マジだよ、マジかよ、これ。うわー、マジでこマジ？何それ？おお。ああ。今めくりで表落ちなんだ。いい選手ゲームやけ。ケイスケさんがめくりで表落ちは言ってんの。確かに。コマ投げとか言ってる。コマ投げとか言ってる。めくりで表落ちなんだとか言って。いや無理だこれ。おお減るな。よっ、やってね、やべ、ポップするこれ。死んじゃこれ、まだ残るでしょ。残ったところですよ、大丈夫。減るな、でも。あー、それ食らっちゃうんだ。おい、おい、なんだよ、このゲーム。あー、それ食らう人か。やべやべやべ、これ聞いちゃいけないんだ、耳で。まずい、これヒートアップする、ヒートアップする。いや、剣で、剣じゃ無理だよ、絶対。チュンリーの方がいいのか、チュンリーの方がいいのか。中和されてみこう。はい、押してもらいますか、ちょっと今いいか。あ、そうか、ちょっとコメント見てた。コメントで気持ちよくなってる。気持ちよくなってる。マジか、これ言うんでいいんすか。言うんでいいっす。マジかよ。絶望だよこれ。あー、強いね。これ余裕が頭にかかるね。あー、それ強いね。強いね。はい、これ70秒逃げれば勝ちだよ。あー、やべー、やっちゃった、マジかよ。うわ、クソ減るんだろうな、これ。減りそうだよね。半分か。こっちのゲージ全然たまんねえんだけど。ストフォー並みに減ってんじゃん。確かに。この帽子の小僧はよ。おぉ、死んだ。マジか、やばいぞこれ。
マジか。あーうまい、うまい、うまいな、そううまいなって言われてる。やべえ、おお、あーそれ食らっちゃうか。任せろ。俺ね、ケイスケさんに勝てるキャラ思い出したわ。思い出した。交代交代で。え、でもスパ4では有名なんでしょ。これどうしたらいいんだ。松の子さん、龍でお願いします。龍でお願いします。指定か、龍ね。俺ね、これなら自信あるから。龍戦自信あるんだ。龍戦自信あるの。大丈夫よ、勝つの親友なんで。ちょっと心苦しいですけど、やる気やる気。ここは俺サードって結構いいゲームだと思ってるんだけど。いいゲームだよ。嫌いな人だ。嫌いな人。プレイヤーは減らしてるね。プレイヤーは減らしているよ。初狩りやばいや。初心者がいい。初狩りとかしたことない。マジか、これきついぞ。うまっ。でもこういうのいらないんだろうね、このゲームね。多分そこじゃないんだろうね。あー超新勝利。はい、なるほど。シンみたいなね。あのこれどこにぶつけりゃいいんや。やりたいだけじゃん。どこにぶつけていいんや。ふざけやがってよ、マジ。こうやろうって言ったらお前らじゃんだって。そう、なんでやめなかったんだっけ。いやね、でもね、俺でも次いけると思うよ。次いけると思う。気の自信は？いや俺ね、分かったわ。これ近距離戦が濃厚すぎるんだわ。おお、うまい、つないだ。ボタン1個押すのに超神経使うんだけど。うまい、つないだとか。うせ。え？あのプレイしたらもうね。やばいやばいやばい。どこですか？全部読めていた。全部読めていた。あのまだ早いぞ、まだ早いぞ。こっからや。もう頼むぞ。結局うろうろしてんだもん、キャラクター。うわおお、あ、つながんねえ。はい、やるよ。お前、いや、いった。お前一番高いのか。ほんと DX の早いじゃん。うまっ、うまい。これ あるな、これゲージ大師。いいよ、あと4回打てるよ。いいよ。はい、やべやべやべ、いいよこれ、ゲージがね。はい、いいよ。あっ、あっ、あっ、マジか。そんなん飛んでくると思わなかった。違う、ゲーム違うんだけど、さっきの多分。いいよいいよ。これもう勝ったんじゃないの、これも。こんな配信見て、こんな配信を、こんな、こんなものを。あーえほらそうだよ、なんだよ。いやでもね、アレクより言うのが強いよ。まあね、まあなかなかね、アレクより言うのが強いっすよ。そうだな。ケイスさん、なかなか強いっす。強い、強いっす。まあ、リュウ、まあリュウはな、あんまりリュウは勝てるもんかね。いや、ユウを倒さなきゃいけないんだよね、ケイス。まあ確かに、じゃあユウ行きましょう。ユンでいきましょう。ケイスケさんのユンをマジで倒さないと帰れないんだわけ。家帰って眠れないんだ。そうだね、新勝利だったしな。ヤンに対して本当は真空波動だもん。あれ、俺を倒したりすればな。さっきソラジーか、あれ間違えた。あーやこうしてみるとさ、AE のユンコンボ繋がりすぎなんだね。確かに、チューチューチューみたいな。そう、チューチューチューみたいな。チャージ中盤、中盤が繋がらないでしょ、多分。繋がらない。どうぞ。見ないけどね。やってでもこのゲームなんかそういうゲームのイベントないよね。いや、ないよ。4勝繋がるっていう感じで。単発ヒット確認ってことで。単発ヒット確認、すごいよ。あー、あれ？何があった？飛んだ？前ブロした、前ブロした。
このゲーム安定するな。死ぬだろこれ。やってんの。はい。いつか来れない。マジか。おマジ見えないよこれ。見えないですよ、平成だもんね。あいつはこうあんの。マジ見たんか。おーなんかあったよ、投げの形状が出ちゃった。あーそう、なんかなかったっけ。あのもうなんか抜け抜けブロージャンプみたいなのなかったっけ。そんな見たことあるってやつ。この野郎。いやー動いちゃうか今。くそ許せない。今のところはガードしないとダメだ。これでいける。これ勝てる。いけるいける。この人のね、10年の経験をね、俺らの1週間で潰そう。練習するしかない。俺らの1日で潰そうです。1日だよ。1日で。これゲージどうしようもねえわ。いやゲージさせないようにしよう。ゲージは、そう、ゲージ試させちゃダメ。なるほど。無理じゃないですか。無理ゲージじゃないですか。無理。おライキライキってさ、うまい。見てからどうしてするのかな、ちょっとね。それどうしてもできないでしょ。反応のクソ負けだから。なんで言われてんのあれ。反応見えない。減りすぎなんだけど。マジで減りすぎっすねこれ。この後の攻めを考えてたんだけど俺。あのスカシゲダンをブロッキングとかすんのかな。いやブロッキングしても有利なんす。え何もないっすよ。ゲージ中は前ブロしたさあ。ゲージされてる時のさこの時間が半端ないよね。ゲージの時もそうだけどゲージされてる側やばいよ。ジュース買いに行けるもんね。それは言い過ぎない。冷静だね。急に冷静だね。だそれは言い過ぎだね。おいしい。あーどうすんだろ。あー無理だ。ここは飛ばないと。ふざけんな。死んじゃうからそれガード。そこは勇気を持って飛ぼう。黙らすわ。あの小足の弾幕でいつ飛べっつんだよマジで。そうなの。いや優先分かってきたとこれ。ガードしてたって死ぬんだからマジで。いやこれ優先分かってきたとかじゃないんですよね多分このゲーム。ゲージがマジどうしようね。 KSK ユンを分かってきたって感じなんだけどダメなんですよね多分。まあ、人読み大事だね、このゲームは。マジかよ。8行くしかねえだろ、これ。準備はいい。あっ、よし、安いか。しかすぐ最速ね。虫。おお。はい。なんだこれ。いいよ。マジかやべ。ああ。発動する前に倒しちゃった。マジかなんて出ねえんだよあれ。これ死ぬのマジか。あ死んだマジか。ああ死んだ。ストフォーゆとりか。ストフォーはねちょっとね。もうちゃんとジャンプ攻撃の着地に触れの隙に入れましたからコパンを。そう自分の上手いとこ回復してやがるから。触れの隙にとか。あれストフォーだったらガチャガチャ勝利2ゲージで安定なんだけどな。やだやだ。いいよ。あはい、おいしい。あーバレた。いいよ。いいよ。これは危ないぞ。あービビった。自分を信じきれなかった。これあいいよ。いやーなんだよこれ。あなんかゲージ作ってこれ。マジ無理。あ、間違えた。いいよいいよ。
ゲージダウンねえときつい。ゲージすぎなんだけど。いいよ、コマ投げ読んでるよ。ゲージ溜まっちゃう。これ死んじゃいくつでも多分死にそうじゃん。おいこいつ、はい、あー攻略した。あーやっと攻略したわ。いいよ、なんだよ、分かっちゃったよ。分かったか、もう。いや、コマ投げに立ってるだけなんだ。結局結局コマ投げ結局来撃からの、結局来撃からのこ、あ、コマ投げなんでしょ。今の中足に入れてくるか。いや、最後の中足も、まあどうせね、どっかで追い返すんだろうなって。はい。サードこんなもんだったか。いや、その発言は危ない。危ない。狂ってる。その発言は危ない。じゃあもう一回やりましょうよ。もう一回やろう。もう一回やりましょうよ。これちょっとな。次なんだ、大切なの。これ2連勝したいよね。2連勝したいよ、マジで2連勝したい。ちょっと油断したな、ちょっともうちょっと近く行こう。あーやべ、画面が遠かったから。画面が遠かった、ちょっとチョコこでチョコ。チョコこで。よし、これ勝って、グッズ取りだけよ。かなり慎重に。ちょっと来ねえもん。マジか。気持ちよすぎるな。うまっ。ちげえ、間違えた。うわぁおはっ審議審議こいつ強い。やべ、無理だろ。いやきつい。やべぇ、終わった。あ、おいしい。ミスった、ミスったよ。ミスった。やべ、ゲージね。お互いでいいのか。でもそう、ちょっとリードじゃん。中足ゲージ久々に見つった。あー読んでたのに、なんでね。タイミングまで読むの無理だよ、このゲーム。いいよ、あるよ。やべえ、また壊れがかかった。ナイル。あーやべえ、逆だよ。はいはい、お、はい。ガチガチ。わかった、もうわかった、もうわかった、終わった、もう終わった、もうケイスケ終わった。さすが、いや、やっとわかったわ。さすが、ケイスケさん、こんな感じだったな。あー面白かった。あー、まあなかなかっすよ、ケイスケさん。